ビットコイン、イーサリアム、ちょっと見ていきましょう。皆さん、暑いですね。はい、本当、外のね、仕事の方、お疲れ様です。ビットコインですけど、まず、どこで止まるのかというね、話、前回一応しましたけどね、この水色じゃないのみたいなね、話はしてきてるんですよ。で、この白のラインですけど、この白。とか、白2つあるから黄色にしようかな。はい、この黄色ですけど、水色、黄色、紫ということで、前回ね、動画で言ったこの赤のね、サポートレベルね、言った通り割りました。なので下落がね、まだこれ続くというふうに見ています。はい、ということから、まあここからのね、分析だと、直近のずっと下げていくよって言ってきたね、話は分析通りに来てるんですけど、この黄色い線ですね、今話したこれがね、ちょっとどこで止まるかなと思ってね、まあ見直した時に、こうやって過去のね、後ろの方まで引っ張ってったら、引っ張って見てったらね、ちょっとずれてます、これ。なのでちょっと元に戻します。はい、あら、元に戻すとこういう感じですね。で、この黄色を追っていきましょう。はい、黄色っていくと、なんとですね、もう割ってます。はい、黄色いラインです。なので、結局ですね、まあ水色ぐらいだねって言ってきた話で、紫とかね、そういうところまで行くんだけど、そうすると、例えばこれ、例えば水平線でね、見た時に、まあこういうところですよね、ここか、まあここからここら辺です。はい、この、高値の、安値とかね、あたりとかのラインになってきますけど、そうなるとこう M になってくるじゃないですか。 M になってくると、まあ止まらないっていうかね、まあ止まらないってこともないかもしれないけど、基本的には割ってくる可能性の方が強いというふうに見てるんですよね。なので、紫かね、水色なんですよ、っていうふうに思うので、から例えば回復があったとしても、こうあったとしても、またこう下げてくるみたいな感じで見てます。はい、まあ基本的にはね、水平線割ってるので、レジスタンスになって、下げていくんじゃないかっていうふうに見てるんですね。で、もう一つは、ビットコインがね、ちょっと4時間にしましょう、4時間にしますけど、このね、赤のね、サポートラインは、上にじり散発を起こして横展開しから割ってくるみたいな話だけど、値動き的にはちょっと違う値動きでした。結局直でね、もうこんなに短い横展開で下げてしまいましたね。はい、ということから、アルトコインとイーサリアムがね、これでチャンスだよって、この横展開でチャンス来るんじゃないのかってね、いうふうにちょっと見てたんですけど、意外に早くね、上も悪くして下げちゃったので、チャンスがね、検討外れでしたということです。はい、イーサリアム見ていきます。はい、イーサリアムのドル建ての4時間になりますけど、ちょっとね、オレンジのラインこれずらしました、見にくいので。はい、初めての方いるかもしれませんけど、私はですね、このイーサリアムね、この下げ、作って、ここで反発して上に行くって言ってるんですね。で、ビットコインは何か、どうなるかっていうと、下げと横を続けるということを話してきてるんですが、アルトコインはイーサリアムの値動きに合わせて上がっていくっていう話してるんですね。だから通常のね、相関関係で値動きね、しないじゃんっていう話になってくるんですけど、そういうターンが来るんじゃないかって話してますが、今イーサリアム崖っぷちですけど、今水平レベルです。はい、水平レベルなので、今週1週間、からまあ来週の頭にかけて変化があるんじゃないかっていうことは、他のアルトコインの分析でも話してきているので、今週1週間大事な週だなって思ってます。はい、こういう話してるといますかね、アルトのタンク流みたいな、しててもこんなにピンポイントで話してきてる人はいないと思うんですけど、まあ外れたらもともこもないんだけどね。ビットコインが下がるから全部下がるよって言ってる人の方が多いと思います、基本的にね。はい、ということで、私はこのままですね、自分の分析をまだ否定されていないので、イーサリアムアルトコイン上、でビットコインは横とした、ということでいきたいと思います。はい。
はい、皆さん、急遽ですね、イーサリアムのチャートに、変えまして、内容変更します、今回の動画。あのニュースをね、コメントやっていこうとしたんですけど、ニュース省きます。はい、イーサリアムについてですけど、あのこの安値をね、もう今、動画作ってる間に割り込んできてしまったので、私のね、言ってきた分析ですけど、こう来て、こう来て、こう行くよと、ね、こう行くよっていうのは、この安値を割らないことが条件でした。なので今安値割ってきたのでちょっと外したってことになります、皆さん。はい、でイーサリアムとビットコインが違う値動きすると、アルトコインもイーサリアムについていくよっていうような話してるので、じゃあアルトコインどうなるのかというと、イーサリアムをね軸に一応やってたので、ただねアルトコインはアルトのねターンがね来るか来ないかちょっと分かりませんけど、時間軸で言うとまだ分析の範囲に入ってるんですよね。別に言い訳するわけじゃなくて、今月の月末に向けて来月の、1週目で上がっていくと、ね、いう話で、要するに月末に向けて下げ止まって、下げ止まるって言ったらあれなんだけど、横調整とかね、ただ安値を割らないっていうことです。皆さんボトムしたよって言った、で物によってはちょっと割ってるものもあるかもしれませんけど、はい、カルダノは、まあ、割ってないですよね。エクサルピも割ってないですね、とか、まあ時間軸で見た場合、まだ否定されてないので、ちょっとそこら辺はコインによっては違うものがあるかもしれませんけど、アルトのねターンが来るか来ないかっていうのは今のところちょっとわからないです。わからないんだけど、時間軸で見た場合はまだ分析以内になってます。はい、ということでイーサリアムに関しては、ね、この上昇楽しみに、していた方もいると思いますし、期待もねさせてしまった方、視聴者の方いると思うんですが、すいませんでした。はい、本当にすいません。はい、ということでね、自分もまあ楽しみにしてたんですけどね、一番いい形はイーサリアムがこれでね、まあこう上がってって、で一緒にアルトが上がっていくっていうのはね一番理想的だったんですけど、今ちょっとばらけてます、今分析がね。はい、ということでちょっとコメントやっていきます。はい、それではコメントやっていきましょう。このコーナーはですね、最新の動画にコメントいただければ、そのコメントに対して私の意見も添えて動画にしていくということを表示されたものに限りやってきてます。はい、ブラッド・ガーリンハウスもう黙ってろというね、テーマなんですけど、カエルさんでいいですかね。サムネいい言葉だと。ね、そうでしょ、いいでしょ。ね、はい、もうね黙っててくれと、ね、朝の動画でさ言い忘れたんだけど、スポット XRP ETF、 XRP スポット ETF にね対してブラッド・ガーリングハウスがイーサリアムスポット ETF が承認される前はね時期尚早だみたいなね、その言葉じゃないとしてもなんかそういうイメージっていうか、そういう意味に取れるようなコメント残したんですよ。ところがですよ、イーサリアムスポット ETF が承認されたらなんて言って言い始めたかっていうと、期待してるみたいなねことを言い始めてね、なんかそういうところでもねこんな短期間の間に、まあ黙っててくださいって感じです、本当。って思いました、そこら辺でもね。はい、ありがとうございます。ジンさん、でいいかな、リプル社とブラッドが信用できなくなってできましたと、ね、言い訳がうさんくさいしマジで売却するなと思うと、ね、うん、ね、売却するそのタイミングはねいつものタイミングじゃないと、リップルの、っていうことで海外の XRP コミュニティではどうなってんだリップルはって、ざわついてたらしいですよ。だけどその件に関してもなんか言い訳みたいなことを言ってたらしいけどね、内容はちょっと分かんないんだけど、忘れちゃったんだけどさ、ということをね言ってましたよ。言ってたっていうか誰かが書いてたのかな、ちょっと忘れちゃったんだけどさ、ということもありましたね。はい、ジンさんありがとうございます。はい、太鼓さん、一応全体の 25% は売却しないで将来の、運営資金などに企てる計画らしいですが、それまでは上がったら売却繰り返すんじゃないですかねって、25年にかけてどのぐらいまで上がるのかぐっとこらえて2030万で我慢するか悩ましいと。なるほどね、俺はね、ビットコインのねこのまずね下げなんですけど、まだね
上昇終わってないと思ってるんだよね、うん、だからどういうねチャートリップルにしても同時コインにしてもさ、うん、エイダにしても、うん、作ってくるかちょっと予想できてないんだけど、イーサリアムが今ねとりあえず違反じゃなくて否定されちゃったからさ、ね、うん、ただ今同時コイン見たってさ、うん、安値割ってないよね、うん、ね、なので期間ではやっぱりさ、うん、まだ分析の範囲内だから来るかもしれないし ね、うん、ね、でビットコインは終わってないからさまだ上昇ね、うん、休憩中だと思ってるから、だからビットコインが上がってイーサリアムが上がってアルトコインも上がるっていうタイミングがねどっちにしてもまあ来ると思ってるので、ビットコイン分析で言った通りですね、分析通り動いてるので、はい、ということから、まあ、リップルに関してはどうかな、うん、まあ長く持ちますよ俺は、ね、うん、って思ってますけどね、うん、裁判終わるのはさ来月のね十何日終わるんじゃなくて次の、うん、進展だね、結果が出るのが十何日だったような気がします皆さん、うん、ただこれね資料が見つかってないのでネットの中でね言われてる日にちなんで、うん、ちょっと当てにできるか分かんないんだけどさ、だけどそうするとアルトのね時間軸と別に合ってんだよねっていうことも思うんですけどね、うん、ね、はい、ということでまた明日朝 XRP と XLM は出しますんで、はい、本日の動画は以上になりますけど、予定変更してイーサリアムの価格が否定されたことについてのお詫びの動画になります。はい、それでは失礼します。